はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、まあね、背景見てわかると思うんですけれども、町田のね、29さんにお邪魔しております。で、こちらのね、29さん、もう何回も来てるんで、ちょっとね、やってない食材なんかお願いしたいなと思っていろいろ考えたんですよ。で、まあもちろんね、こちらお肉屋さんというか、まあお肉メインでね、出しているお店なので、ミートパイをお願いしたらバカでかいのを到着しました。量はね、よく分かってないんですよ。今回もね、飽きないようにミートパイと、あとタコスミート、味が変わったパイの2種類用意してありますので、早速食べていこうと思います。いただきます。よし、最初手でいっていいですか？これ、あ、手でもちろん持てるかな。いや、うん、これ見えっかな。これ全然ね、皮よりよっぽどでかいこれいただきます。うん、うまい。味はめちゃめちゃうまい。ちょっとね、正直あの、この1枚目だけは少しね、下面が焦げてはいるんですけど正直ね、でかすぎて、あんまりにもでかすぎて。でもね、味はめちゃめちゃうまい。あっ、あっ、うん、この湯気がやっぱ、あっこ、ミートパイってうまいっすね。美味しいです。そう、美味しいですよ。正直初めて食べたかもしれないですね、ミートパイ。あっこ、焼きたてやっべ。チーズやばいっすね。上あごむけそうきついっすね。ちょっとパイが2段重ねというか、まあ、2枚重ねになってるんでね、1枚目はちょっとあのナイフとかフォーク使いにくいんで、手づかみでいかしてくださいうん、じゃあこれ普通にミニパイというか、このハーフシートぐらいで1人前でも新メニューよくないですかこれ。ちょっと中身に変えたらすぐいろんなのできるし、これやりましょうよ新メニュー、新メニュー、これ新メニューにしましょうよ。それぐらいうまい。29さんとお願いして作っていただいたその創作デカ盛りっていうのかな、でもその中でもトップクラスにうまいですね。これだって出来たてでビールと一緒に飲んだら最高じゃないですか。うん、酒飲みたい酒が飲みたい。そしたらね、2枚目の方に移りたいと思います。2枚目手でいっちゃいそうだったな、やばいこっちで、よっと、お、あ、トマトいるわ、トマト。こっちがね、あのタコスベースのやつですね。いや、これ変に使った方が食べにくいな、このサイズは。手でいくわこっちの方が好き。タコスのがちょっとうまいかもしれない。ちょっと個人的にはまあ普通のミートの方も好きですけど、こっち好きかも。2個メニューできましたね今うまっ。これ酒飲むんだったらひき肉じゃなくてあのツナタコスとかでもいいかも。
ツナタコスチーズ。ハムツナ。絶対うまい。いや、新メニューの幅が広がりますね、これ。杉さん、これにビーフシチューかけたら最高にうまい。あー、なるほど。うん。それは強い。うん。生クリーム垂らして。うまっ、うん。ちなみに今日はこれ量どれぐらいでしたっけ？ 2.5 とか3とか。うん、3ぐらい言っても思ってる以上にパン生地っていうかこういう生地なのに全然重くないですね今日。まあ、両方出した方がいいかも。あのハーフサイズとレギュラーサイズで。食べれる人は全然酒飲みながらでもレギュラーでいける軽さはありますね。うん。これうまいな。杉さんに無理言って、オーナーさんに無理言ってメニュー開発進めときます。これうまいな。他の人食いに来ると思う、動画でこれぐらいうまい。珍しく絶賛するじゃん。いや、これめちゃめちゃ良くないですか。美味しいな。それこそ、そう、酒飲みでも酒飲みじゃなくても自分が思ってる以上にマジで軽くて、うん、今までのその、こういう生地経験の中では、うん、マジで軽いですね、これ。パイは重たいイメージだったよね。うん、本当にめちゃくちゃ重たいイメージだったから、ちょっともういいかなって思っちゃう感じになったかと思ったんですけど、全然この2枚でも余裕ですね。撮影も今日正直こうやって話しながらなんでね、40分ちょいとかかるかなと思ったんですけど、もうこんだけ食べて今20分ぐらいですからね、すっげえ進んでるんだね。想像以上に早い。尺足りるかな。はい、そしたらこちらが最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、この29さんでミートパイとタコスミートパイですね、2種類デカ盛りでいただいてきたんですけど、今までのこの29さん歴の
デカ盛り市場の中でも僕の中では個人的にもうマジでトップレベルでうまかったでございます。お肉系とかお肉系じゃないにしろいろいろ食べてきたんですけど、確実にトップレベルだね。うん、さっきねちょっとうますぎて思わず商品化してもらいますって言いましたけど、それはねぶっちゃけ見てまだ見てねもしなんかいろんなね、まあ、お店の都合とかもあるんでできればお願いしたいなと思ってるんで、もしかしたらね近い将来この29さんでこのミートパイね食べれるかもしれませんので、まあ随時ね概要欄に記載のツイッターですね、公式の方では発表があるかとは思いますので、販売の際の情報等はねそちらの方からご確認ください。まあもちろんねもう毎回言ってるのでもういいよ分かってるよ聞きたくないよって方もいらっしゃると思うんですけれども、29さんはねお肉メインの料理屋さんになるので、まあ、美味しいハンバーグとかステーキとか他にもねいろんなメニューございますので、まあ今回の動画とかね以前の29さんの動画を見て気になった方はツイッターもしくはグルナビの方にもメニューの詳細の記載がございますので、そちらの方もご確認ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね。いや、ツイッター、ツイキャスか。2時間話した後にもう話すのはいいっす。一人で話すのはもういい。ペット食べた。